はい、ツイキャスも OK？ はい、じゃあ3、2、1。FM ギノワンのラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、いろいろとスカポンさんの声が入ったりしてましたけれども、はい、先週に引き続き、今週も、ポンポンスカポンこと、夢をスカポンさん、はい、はい、夢をスカポンです。あ、いや、いいですよ、喋っていいよ、喋っていいよ、大丈夫、大丈夫。あのベイマックス、みんなのベイマックスになりたいな、ポンポンスカポンで す、 ですよろしく、だそうです、お願いいたします。はい、はい、今回第85回の収録となります。はい、はい、なんか結構長い、いつの間にか85回ってなってるけどもね、みんな聞いてくれてる。あ、本当、ありがとうございます。ペーターさん、今夜もドーン、今夜もドーン、4つ目では出てこないドアップって4つ目見てくれてるの、ありがとうペーターさん。ツイキャスにさ、結構さ、あの命とまではいかず、イノまでぐらいならかけてるから。そういうことです。イノキかもしれないやつとしたら。イノキかもしれんな。皆さんありがとうございます。イケスどんどん上げてください。ありがとうございます。はい。2回目というか、まあ、2本撮りにはなるんですけれども、ね、はい、2本目はテーマトークではなくて、うん、あの実はね、4月からかな。新コーナー始めたんですよ、塚本さん。おお、はいはい、何でしょう。あの教えて夏美先生っていうコーナーを始めまして、4月から、おお、はい、夏美先生が、うん、リスナーさんからのご質問、お悩みに、バシバシちょっと答えていくという、なるほど、はい、新コーナーを実験的に始めておりまして、今回で3回目ぐらいかな。ロアさんも先生のコーナーはあるのかなって言ってる。はい、あります。本日ね、はい、この後教えて夏美先生始まりますので、はい、皆さんもなんか夏美先生にちょっと聞いてほしい、解決してほしいというかね、はい、うん、相談事があれば、どんどんツイキャスとかはツイキャスでね、あげ て、 いただけると嬉しいです。はい、はい、では、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。教えて夏美先生。パパラッ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 。はい、このコーナーははい、はい、先ほどもちょっとろっと話しましたけれども、うん、夏美先生に、うん、ズビズビズババシバシ、うん、質問にお答えいただくっていう、ツイキャスで来てる質問はどうしますか。はい、僕の方で読まさせていただきますので。あ、渡した方がいいですか。じゃあ、はい、いただきましょうね。はい、はい、一応 BGM を今回から流しております。おお、いいね、はい、なんかいいね。おお、いい感じ、うん、はい、では早速、夏美先生に、はい、質問が来てますので、うん、はい、はい、もしこの後塚本さんも夏美先生に質問があれば、うん、夏美先生何でも答えられますので、はい、はい、お聞きいただければと思います。まず、いただいているメッセージから、はい、はい、夏美さん、健太さん、お久しぶりです。お久しぶりです。メンヘラネーム、自律神経海外出張中です。あ、出張さん。はい、自律神経がもう海外に出張、出張してる、大変ですね、海外まで行ってる。はい、季節の変わり目、うん、体調不良が続いて、うん、ラジオもテレビも視聴できない状態が続いています。はい、どんなことをしたらこの状態を抜けれますか。
個人差はあると思いますので、うん、夏美さんの乗り切り方などを知りたいです、うん、リスナーさんたちの乗り切り方も知ることができたらもっと嬉しいです、うん、ではでは、こちらはやっと花が桜が咲く季節となりました。お花見行きたいんですが引きこもり中ですとのことで、はい、改めて、自律神経、体調、はい、季節の変わり目でね、ちょっと体調不良が続いて、はい、ラジオもテレビもでき視聴できないと、うん、どんなことをしたらこの状態を抜けれますかということで、まあ、今日はね、うん、夏美先生と塚ポン先生もいらっしゃいますので、はいはい、お二人にねお答えいただければと、うん、そうですね、はい、心強いです、はい、じゃあ夏美先生、はい、抜け出したいと思う時、夏美さんなら、はい、あれですね、LINE でヘルプを出します、うん、ひらがなで、ひらがなではい、ひらがなで出すことで何か効果はあるんですかね、うん、心配が伝わるから、あ違う、心配が伝わるじゃなくて、こっちがひらがなしか打てないわけですよ、もう、あもう漢字に漢字の変換するほどの気力がないと、そう、うん、私の場合だけどね、じゃあそれでひらがなで送ることで緊急性も伝わるし、もうちょっと伝わるのかな、うんうんうん、まあ別にそれを狙って別にやってるわけではないんだけど、うん、そうなっちゃう、あ私はメンヘラなので、じゃあ誰かに、はい、うん、メッセージを送ることで、うん、そのつながりというか、うんうんうん、でお話を聞いてもらうなりして、そう抜け出すっていう感じかな、そうする、うん、で なんかなご飯食べたとかって聞いてくださったら、うん、ひらがなでまだ何も食べてないって打つんですそしたらなんか本当に何も食べてないみたい、いや食べてないから食べてないって言ってるんだけどっていうことです、なんかじゃあ会話をしてちょっとメッセージのやり取りを通して気持ちを上げていく、うんうん、あ方法を私は取ってます、あなるほどね、誰かとつながるっていうことが大事なのかな、うん、じゃあね、スカポンさんはじゃあ落ち込んでる時、季節の変わり目で、うん、体調不良が続いてるなっていう時に、うん、どういうことをしてその状態を抜け出そうと、なんか努力してることとか気をつけてることというか気を使ってることがあると、自分ね、うんうん、とりあえず外出て空と太陽に挨拶します、うん、自然に触れるっていう感じで、太陽、うん、でね、あとね、うん、この間効果的だったのが、うん、自分宛にポエム書いてみたんですよ、自分宛に、自分宛にポエム、自分宛にその辛い気持ちを、うん、あ吐くっていうのかな、うん、自分宛というか、そしたらね、うん、自分のポエムでこういうフレーズが降りてきたんですよ、はい、なんか、うん、希望の光が見えるまで私はこの壁を登るっていうフレーズが降りてきて、お俺まだ頑張れるやつと思ってさで自分のポエムに励まされてからさ、いいね、いいかもしれないね、そうそう、だからさ、うん、そうそう、応援メッセージじゃないけどが降りてきよったわけ、うん、ポエハゲじゃん、ポエハゲ、ハゲポエハ、ポエハ、ポエムで励まされる、ちょっとよ、なんか違う完全になんかポエムをしてるかな、ハゲなしとかポエムみたいな、違う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 、ポエムで励まされるの略って言いたかったのよ、ハゲが増してる、もう笑いよちょっとすいません、まあまあまあそういう、そういう感じですね、でもいいかもしれないですね、うん、自分に対する応援メッセージになりうる、ね、たまたまね降りてきてね、うん、いいかもしれないね、そうそうそう、なんかポエムじゃなくても自分に対して、今の現状の自分に対してなんかメッセージを自分で書いてみるみたいなのもね、そうそうそう、客観視できていいかもしれないですね、過去の自分と今の自分と未来の自分にも書いたことあるかな、うん、そう日記をね、またメッセージ、なんかおしゃれなことしてすごいね、ちょっとロマンチックだからねそうそう、ロマンチックなの、ね、この間ね LGBTQ 診断してね Q だったってそういうクエスチョニングな心の性別かね、なるほど、ね、男でも女でもないんで、はいはい、まあまあ、俺はもしかしたらそんなところある、多分ね、俺健太さん急だと思うな、本当、うんうん、そんな気がする自分でも、うん、マジか、あはい、あ ではあのメッセージ追加でもいただいておりますので、はい、はい、読ませていただきます、うん、メンヘラネームロアさんより、ロアさん、夏美先生、はい、面白いラジオネームを作りたいです、夏美先生ならどうつけますか、うん、ラジオネームブーワンキャット、それはその心は聞いてもいいかな、豚、うん、犬、うん、猫
人気でしょ。15点。待って、あ、やった、はい、50点満点の15点ですよね。100点満点です。いや、だってミニブタとか人気じゃん。で、犬はもともと人気じゃん。まあ、に人気かもしれないけど、猫も面白い、面白いラジオね。面白いな、ラジオネーム。ちょっとハードル高いかもしれないけど。そうだね、面白いラジオネーム、うん、ラジオネーム塗り壁さん。ほう、いそうではあるけどね。あ、いそうだね、いそうだね、いそうだね、これね。あ、じゃあ健太さん。あ、いいよ。じゃあ健太さん、なんかありますか。ね、ラジオネームラジオ嫌い。聞くな。とかね、とかね、なんか。あ、そういうことか。ないかな。あ、それの方がまだ。あ、そっかそっかそっか。じゃあなんでお前メッセージ送ってんだみたいなさ。単純だけど、ね、反対をね。そう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 、そういうのはどうだかなと思います。なるほどね。はい、では、はい、続きまして、はい、埼玉の郷さんより。埼玉の郷さん、ありがとうございます。はい、夏美先生。先生ですよ。長男に身長を抜かされました。マジか。ちなみに長男は高校1年生です、という報告でした。おめでとう。おめでとうなのかな。おめでとう。でも息子に身長抜かされるってね、あの男親としてはどういう気持ちになるんだろうね。俺子供いないから何とも言えないんだけど、なんかそうだね、あれじゃない、なんか嬉しいのかな、やっぱり。そうなんじゃない、嬉しいんじゃない。どう思います、塚本さん。自分弟に抜かれてるんですよね。うん、うん、まあ、身長、うん、身長ね、うん、で、うん、別にいいかなと思いますじゃあ、じゃあ、じゃあ、興味ないわけじゃないけど、あの興味ないみたいな。じゃあ、じゃあ、じゃあ、あの、いや、弟もバスケ部だったしさ、うん、すごい頑張ってたから、うん、いいなと思って、はいはいはい、なんかあれだよね、人のなんか、なんだった、隣の人の芝生は成長が早いだった青い、青い、違うな隣の芝生は青く見えるみたいなやつで、違う違う、それじゃない。隣の人の芝生の成長は早いだよ。いや、なんかそんなあります、ない ない夏美五六みたいになってる。マジ、じゃあ違うんだな、芝生生えないかな頭のはい、続きまして、メンヘラネーム沖縄大好きさんより。沖縄大好きさん、ありがとうございます。夏美先生、はい、僕は運動して痩せたいと常々思っています。はい、運動は苦手だけどやる気はある、うん、ただ継続力が難点な僕です。うん、どうすれば継続力が保てると思いますか。やっぱり推しの力ですか。そうだね。お、そうなんですか。推しの力は使ってもいいと思う。沖縄大好きさん、はい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 、やっぱこっからね、もう単純よ、こっから棒を刺して、頭に棒を刺してね、前にね、推しの子の写真をね、ひらひらっとさせるんよ。あ、それで走れ。馬に人参つぶら下げるようなああいうやり方で、あのランニングマシン走ったり。そう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 。で、推しの子がね、こう揺れてね、可愛いわけよ。ちょっと昭和だね、発想がね。職務質問されるね。職務質問されるかな。でもそれはあのいい、私答え、いい答え出たと思いましたよ、今。自画自賛。ああ、素晴らしい、うん、それなら良いんじゃないですか、うん、まあまあ、沖縄大好きさんに関しては、うん、それがいいかもしれない、うんうん、今の答え嫌いじゃないよ、うん、はい、で先ほどの、はい、ルアさん、はい、ルアさん、ありがとう、返信が来ております。俺たちのねやり取りを聞いて、うん、なるほどと、水曜日に聞いてるラジオに送ってみます。どっち、何を送るのか、ラジオネームの、ラジオネームか、ラジオ嫌いを送るのか、ブーワンキャットを送るのか分かんない。ブーワンキャット、はい、埼玉の郷さんより。埼玉の郷さん、ありがとうございます。さっきの身長の話ですね、はい、ちなみに僕は自分の親父の身長を抜けませんでした。うん、親父は175センチ、僕は172センチだそうです。高いじゃんね、うん、割と高身長、うん、お父さんがまず大きくない、うん、お父さんが大きいかも。175センチって結構ね、うん、大きいんじゃない。大きいと思う。多分郷さんね、俺たちと同い年か、うん、そのもうちょい上の世代でしょ、40代ぐらいだと思うんだけど、自分と一緒ぐらいかな、うん、そうそう、もしかしたら塚本さんと同じ世代だと思うけど、うんうん、ね、その世代の人の親父さんって言ったら、もっとね、
なんか基本的になんか平均身長低いぐらいの、うん、低いイメージあるけど、イメージあるからね。そのあ、ごめんなさい、埼玉の子さん俺たちより年下だった。あ、そうなの37だって、37だ、マジで。ごめんね、郷さん。ごめんね、郷さん。お子さんいるって聞いたからさ、うん、もう小学生の。ダメ、自分たち基準で考えちゃダメだね。だよな、メンヘラ基準で考えたらやばいな、やばいな、これはやばいな。申し訳ございません。あの、すいません。あの、健太さんが精一杯のごめんなさいを言います。ごめんなさい。ね、そんな無茶ぶりやめたら。伝わった、伝わったよ。ありがとうございます。無茶振り好きなんだよな、するのもされるのも。でさっきの夏美さんのなんか隣の芝生は青く見えるみたいなやつだったっけ、はい、何隣の人の芝生は青い、あれじゃない、なんか郷さんが、郷さんは隣の客はよくかき食う客だって言ってて、あ、これもなんか違う気がする。隣の客もよくかき食うけど違う、早く伸びるだ、うん、ね、それは初めて聞いたよ。俺も初めて聞いた、うんうん、あると思いますよ。そんななんかあのエロ主義みたいなあると思います懐かしいなあ、まあこんな感じで、夏美先生やってますので、もしあの機会があればスカポンさんもぜひ夏美先生の方にもメッセージいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますはい、では、うん、ここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います、はい、今回紹介いたしますのは、うん、なんだっけ迷っています、迷っています、ケンタさん、ね、うん、あ、大橋ちっぽけさんの常緑かな、うん、常緑だと思う、うん、読み方、これがね、うん、最近耳にしてすごいいいなと思った歌なので、うん、もしよければお聴き、いただきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。流します。はい、大橋ちっぽけさんで常緑。でこの歌は、あ、歌じゃない、音声はあれです、 YouTube にはな入ってるの。そう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 、 YouTube に入る、ここは、これは iPad で音声撮ってるんだ。そうそうそう、歌はラジオで流れてて、そう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 、本編で流れてて、うん、ケントさん好きそうね。 YouTube は知ってるな、このアーティスト、なんでかな、うん、あの多分結構いろんなところで流れてるはず、うん、うん、なんか最近パワープッシュされてる感じの方だから、うんうん、ナルトロさんがお疲れ様ですって。あ、ナルトロさん、ナルトロさんお疲れ様です。お疲れ様です。どうもどうも、やってますよ。埼玉の郷さん、さっきのあの夏美の隣の人の芝の話だはず、はいはいはい、空気の汚いところではよく鼻毛が伸びるならわかる、うん、って言って、あ、東京の人は鼻毛のよく伸びる、うん、それ本当な、あと本当な、あのタバコ吸う普通じゃないですか、僕、うん、やっぱタバコ吸ってる時は、うん、めっちゃ鼻毛伸びるの早い、タバコ吸う人は、うん、やっぱりそれなりに匂い嗅いでるからね。え、じゃあさ、もともと鼻毛伸びるのが早い人がタバコ吸ったらどうなるの。もう信じられないぐらいの人いつも出てる。あ、てかね、俺ヒゲと鼻毛がつながってて大変なんだよ、ここの処理が。俺も分かる、そうなってきた。そう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 、うん、境目がね、あんまりなくなってくるんですよね。それないじゃん、だからそうそうそう、ハサミでやっても難しいじゃん。うんうんうん、ここ、ここの境目って、できますよ、ピンセット。そうな、ツイキャスめっちゃ映ってた、ここ。痛いんですよ。ごめんなさい。あ、本当だ、ナルトラさんもそうそう、タバコ吸ってた頃はよく鼻毛が伸びてたって。そうそうそう、言ってます。伸びやすくなるのよ。だからやっぱり人間の体はね、ちゃんとあの有害なものを吸ったら、うんうん、カバーするように。なってんだ。できてるんだと思う。ちょっと待って、ケンタさんが吸ってるタバコで、うん、夏美さんももしかしたら鼻毛が伸びるのが早いのかな。でもあの可燃式に変えたじゃん、俺。変えた。火つける火タバコから、うん。変えた。あれだけで全部全然変わったよ、俺。伸びるスピード。伸びスピード変わった。ワイルド伸びスピード。もう私はあんまり鼻がそもそもあんまり見えないな。タバコ吸う人の副流煙はめっちゃ嫌いなんだけど、うんうん、タバコが吸っ
ってた人の家の残り側好きなわけさ。カラオケボックスとか？ちょなカラオケボックスはちょっときつすぎるけど。なんかね、自分浦島君友達の家とかがなんか鮮明に、うん、あそうなんだ、なんかいい匂いだな。じゃあちょっと冒頭終わっちゃったので、はい、お聞きいただきましたのは大橋ちっぽけさんで常緑でした。はい、こちらですね、5枚目のアルバム U に収録されてる楽曲で、うん、俺これ何で知ったんかな、誰かってさ、たまたま YouTube かなんかで誰かがカバーして歌ってたんですよ、この常緑っていう歌、うんうん、それですごいいい歌歌ってるな、いい歌詞だなと思って、うん、オリジナル聴いてみたいなと思って、うん、はい、聴いた曲なんですけれども、ちょっとカラオケでちょっとマスターして歌いたいなと思う、いいね、思っております。いいね、はい、いいね、いいね、カラオケね、またね、行きたいね、みんな行きたいですね、近くカラオケに行けるということですな、うん、私はなんで何その喋り方別に何でもないですけど、うん、ゴールデンウィークは何か予定ありますか、ちなみに皆さん、皆さんゴールデンウィーク予定ありますか、うんうん、私はゆっくりしますね。あ、ゆっくりゆっくりしたい。ああのなんていうの、野菜とか育てて、あの花とか育てて、その段階のなんかそのレベルのゆっくり、なんか老後みたいなゆっくりの仕方だけゆっくりしたなるほどね、今のは何に対するなるほどびっくりしたって言ったのに対するなるほどさ、あゆっくりとびっくりでしょ、うまいこと言ったみたいな顔しないと思うんですよ直視的ゴールデンウィークは仕事って埼玉の郷さん、あーそっかそっか、で沖縄大好きさんはゴールデンウィークは内地にいる妹が帰ってくる、おおいいね、いいね、はい、ではエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、え、今何してたんですか。遊んでました。ちょっと自由すぎるやろ、ね、自由すぎるな、ガサ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 さ、こっち入ってんの、ね、遊んでました収録中になんか変な遊びやるのを、ね、ちょっと控えていただきたい、はい、ドアップ遊びしてました、まあはい、まあ、自由で楽しそうで良いんですけれども、楽しんだもん、はい、あの久々にね、あのゲスト出演いただいて、うん、2週連続でちょっとお付き合いいただいたつかぽんさん、うん、あの久しぶりのメンヘラジオ、参加いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、いかがでしたでしょうか、うん、あのなんか緊張しましたねなんでだろう、そうね、緊張したらなんか打ち合わせなしでねそうだよ、そうだね、あのなんていうのかな、いきなりレイジチャーコロビーカフェの流れそのままにできてるラジオでもあるから、うん、比較的打ち合わせって多分ね、あのつかぽんさんがやってるあのあなたの夢のプラスワン、うん、FM を見たと比べたらちゃんとは やれてないと思う。いやいやいやあのねあれはね、うん、打ち合わせ通りみたいなのがね、うん、3時間前ぐらいにね出ますみたいなね、あそうなんだ、LINE あの来たじゃないですか、あそう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 ん、会議があってね今日はね、うん、その流れでもうよかったら出ませんって、うん、もう無茶振りして出ちゃいませんって、そうそうそう、そしたら快く快諾してくれて、うん、でね、もう一人ねマスクマンがね、今日そのマスクマンともうちょっと一緒にいた時間があったんですけど、帰り際にね、うん、今日あのラジオ僕も出ていいかなって言ってきたんだけど、うん、今日はすみません僕の友達が出るので、うん、今日はご遠慮いただきたいっつってからマスクマンちょっと断ってしまったんで、マスクマンもね今度ぜひゲストでね、うん、呼ばせていただきたいなと、ちょっとね、うん、ここでなの弁解させてほしいんだけど、はい、してマスクマンにゲスト出演してほしくなくて呼ばなかったんじゃなくて、うん、ここのねあの収録ブースのね、うん、収容人数がね今ちょっとなんていうの3人でやってくそう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 、うん、でやってくださいっていうふうに最大でね言われてるんだよね、うん、だからつかぽんが来る
から、うん、まあ、人数的にね3人になっちゃうので、うんうん、それでちょっとマスクマン呼べなかったっていうところがあるんで、今日はご招待できなかったんですよ、はい、申し訳ございません。マスクマンまた次回ね、うん、お時間ある時に、うん、ぜひゲストで出演していただいて、うん、いろいろマニアックなトークを展開していただければと思いますので、はい、どうぞ今回は ご容赦いただきたいと思います。埼玉の郷さんがさ、はい、マスクマンは遠目で見てみたいなって言ってた。あ、このドーンでは、ドーンでは見たくない。遠目で見てみたいなって、うんうん、マスクマンはね、でも動画にはあんまり映りたがらないんだよね。そうね、そうね、映りたがらない、ね、マスクがない限りはね、うん、そうだね、そうそう、恥ずかしがり屋、シャイボーイだから、そうそうそう、うん、シャイおじ、シャイマスクだから、シャイおじ、シャイマスク、シャイおじだからね、シャイおじ、はい、今度じゃあいつか誘いましょう、うんうん、でね、俺たちもね、いずれはあなたの夢のプラスワンのね、プラスワンとして入っていきたいよね。あ、出てください、本当に呼んでいただければお時間作ります、うんうん、ありがとうございます、はい、では、今週のメンヘラジオ、ここまでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太とスカポンでした。はい。